そうなんです。私昨日はるかの配信見てたんだよ。えなんなら1個コメントしたけど全然気づかなかった。怖いよ。はるかがご飯にする、お風呂にする、それやばい、お風呂にするって、ね、そこからそれ見た、じゃあ重くなってくやつ切り抜きで見たけど、あれどういうことはるか。え違うよ私ん恥ずかしい恥ずかしい。どういうことですよね。そういただきます。プリンをもらいました。うん、そうなの。あ、食べちゃった。食べたのもみんな。いただきます。うん、プリン誰か食べてない人いるんじゃない。え、残ってたよ。うん、あの、聞いたんだけど12個あるんだって今日。おー、そうなんだ。だから2個余るよって。おー、でももうここにいるのはこのメンバーしかない。 あら、あら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 。いただきます。じゃあ待ってるやつは、こんばんは、持って帰ろうっと、にょーっとらー。うん、今日は何しますか。何しよう、ま、今日はツインテールだった。はるか久しぶりもしかして出席するの。そんなことなくない。人狼やった時以来です。うん、はい、そうです。そうだそうだ、ご無沙汰してます。うん、プリン食べる、プリン食べる。その人狼の後の回にワードルフをやって、うん、ねえやってたよね、うん、えだってさあの日さ23時までさ配信してたでしょ。そう、そんなやつさずっと配信してた。だってさイベント中でさ、うんうんうん、そうなんか裏で配信やってるなと思ってさ、うん、見に行ったらさワードルフやって、ミヤいなかったのか。そう、うん、えスタッフさんはここに23時まで残してもちろんです。また面白い。え、今日もちょっと初めの遅かったから、うん、そのコースじゃないの、うんうん、まあ仕方ないよね。確かにすいません。私でも、ね、人狼みんなでした後家帰ったの11時くらいだったけど、うん、それからもう一回戦一人で配信しちゃってて、どうしたの。え、なんかどうしたの。もう寂しくって、ね、なんかみんなとバイバイした時にすごい寂しさを聞いてる聞いてる。あ、ごめん。え、生誕祭決まったね。ありがとう。そうなの、おめでとう。ごめん、え、もう出たの。出たみたい。あら、ほんとに18日です。早い情報じゃない。うん、出たみたい。ほんとだ、20まで出てます。うん、出たらしいぞ。あれ、今回こそはるか出てくれる。私の生徒いるよね。いるよね。いる。でも前回いなかったから。確かに、うん、前回いなかった。そうだ、出るって言ってたのにさ、うん、スイスに変わっちゃった。うん、なんで変わった。なんで変わったんだっけ。仕事だっけ。なんか仕事じゃない。なんかだったのかな。そうなんだよ。でも私の生誕まだまだ1ヶ月先だけが出るなんてレアって言われてる確かにね。すいません、いつもすいません。ありがとうございます。すいません、ファンの皆様。いや今日のね、うん、やばいんですよ今日。ツインテール公演っていうことになったんだよね、うんうん、でさ、なんかだん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 最初かゆりちゃんが言ってた話だったらしいけど、すごいもう公式さんがツイートして、ね、そう、もう NGT を上げて、うん、もう今日はツインテールの日だみたいになって、うん、なんかこう日をごとに熱がねすごいみんな帯びていってて。そうなんですよ。なんかファンの人もなんかツインテールをしてくれてた方もいて、うん、でもそしたらなんかスタッフさんからのプレゼントスタッフさんの直筆プレゼントか。そう、めっちゃ謎だよね、うん、ツインテールを公演にしてきてくれた方、あとまあなんかツインテールじゃないけどそのなんか抑えればそうそうそう、ツインテールしてる風みたいなしてくれた方にスタッフさんからの直筆メッセージがプレゼントされた。ついには、うん、ついにはもうスタッフさんたちも総力を挙げて協力してくださったそうなんです。どんな面白グループなのこれ。なんかすごい個性的だよ ね、なんか48こんなことないよ。えしかもさ、あれ見た、メッセージカードのさ台紙さ、ツインテールのさ、うん、人の形しててさ、多分今回のためにわざわざ台紙から作ってくださったね、メッセージカード。大人ってすげえ。すごいね、なってきたって。私たちが欲しい、うん、そう、うん、私も欲しい。私たちスタッフさんからメッセージカードなんてもらったことない。ないよ、ないよね。なんかしかも何人ものスタッフさんが一人何枚っていう風にカラーペンで書いてくれたり、こうなんかメッセージ一言一言違ったりびっしり書いてくださったんですよそうなんだよね。そんなグループだいや本当に最高だよ。すごい
すごいよね。最高だよ。あなた全部動かしちゃった。私は大好きわ。帰りの一言でこんなにもいろんな人たちが。すごいな。ありがとうございます。すごいな。プマさんも総出で。ね。だってわざわざヒノからさウィッグを借りてさ、それはだってあれだから知らないからね、その場にいる人しか。みんな見てないのね。見てほしかった。そうだよね。え、話すその話。え、話す。うん、載せてる載せてる。あ、もう載せてんのか。あの誰かが写真載せて、あのね、お見送りね、説明してくださるスタッフさんが、私のね、家を出る10分前に電話かかってきて、今日びっくりするよね。そう、びっくりしたの。珍しいし、普段電話かかってくるような絶対かかってこないよね。なんだと思って撮ったら、今日皆さんツインテール公演じゃないですかみたいな。ツインテール公演っていう、 もう名前になっちゃったんだ。全然特別公演じゃないのに。特別公演みたいになってるけど、ツインテール公演じゃないですか。で、スタッフもちょっとツインテールしようかみたいな話が上がっててどんなね。で、すごいね、上がるの。あの、借金いろんなとこでウィッグ探したんですけど、ちょっと見当たらなくてもしかしたら三村さんなら持ってるかなっていう、持ってるかもなと思ってお電話させていただいたんですけど、ちょっとまだ家います？って言って、え、まだ全然家ですよって言って、じゃあ、あ、ミクちゃんいますよって言ってさすがすぎる。すごい。そう、その場で家出る10分前に持ってありました。すごい、ね、持ってきます。なんかわざわざメンバーからウィッグを借りてまでもやってくれる、うん、そう、すごいよね。メイクさんがかぶせてくださったら、メイクさんがかぶせてくれたの、やばい。いや、これってね、本気度が伝わるよね。すごいね。いや、いい公演だった、すごい。すごい。レイちゃんのインスタストーリーに写真載ってた。あ、レイちゃんが載せてたの。うん、いや、本当に面白いね。あれ、みんなこれどこに捨てたの。瓶洗う、洗わなきゃね。瓶分かった分かった。でも確かにさ、昔から NGT ってなんかハロウィン公演とかめっちゃスタッフさんがガチな仮装とかしてたからね。いくら変われのね、風潮はある、うん、元々ね。あ、メッセージカードどんなこと書いてあったの。わかる、気になる。みんな載せてる。みんな何書いてあったの。さっき今ツイッター見てたもん。なんて書いてあった。また劇場に来てくださいとか、ね、ツインテール公演いかがでしたか。なんか文字で書くない。え、大きくしたんだよね。ね、どうやんの。え、どうやんの。知りたい。ショールームのね、設定から。え、そうやって配信切ってからじゃなきゃできない。あ、できないかも。え、めっちゃいいな、文字でかいの。なんかすごい。え、コンタクト入れずに配信した日があって、その時に見えにくいから。え、そんなことできるんだ。そうなんだ。そう、設定これできる。でも流すめっちゃさ、流れ早い時にさ、見逃しそうじゃない。見逃します。いいな、ね、そうなんだよ。いや、ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったね。次はどんな髪型の公演がいいですかって書かれてたの、メッセージカードに。振り切ってるすごい面白い。ツインテール縛り果てな声。みんなはどういう公演が見たいのだ。なんですか。すごい、すごい。でも誰が誰、私もさ、誰が誰か分かんない。分かんないよね、スタッフさんの文字分かんない。これ皆さん綺麗だよ、うん、誰が書いてるやつか分かんない。みんな達筆。みんな綺麗。見たことないかも、ね、スタッフさんの文字。スタッフさんの文字わかんない。真心を込めて書いてくださった。私たちポニテ公演が見たい。あ、本当に。あ、やっぱそうなの。結構います。ポニテシェルとか、おでこ出しとか。あ、おでこ出し、確かに。待ってさ、めっちゃそれいいじゃん。激レア。おでこ出しいい。待って、いいじゃん。また、やばい、また帰りが決めた。いや、でも春から来たじゃん。確かに。おでこ出しは確かに珍しいね。おでこ出し。じゃあおでこ出し公演やる。ってなったら来てくださりますか。くださいますか。くださいますか。アイドルのおでこはもう本当珍しいです、うん、そうですよ。確かにね。え、そしたらまたスタッフさんもおでこ出す。スタッフさんもまた。ちょっとそれいつですかね。でもいつか。もう1ヶ月後とかですかね。わかんないですけど。
でも縛り声面白かった、ね、面白い、なんかね、テーマが決まってね、ちょっとレッツゲット超面白かった、うん、いや面白かった、もう笑っちゃったね、ガチャマイクとしか笑っちゃった大体になって、本当に違う、絶対かよ、私ね、あのね、チューが聞こえた時に右側から、下手側から聞こえたの、私レッチューって言ってる、誰レッチュー誰、いや私の予想だと多分レイナさん、うん、私ももうレイちゃんだと思う、あ、そうなんだでも誰って言われた時に自己申告しないのなんで、まあしづらかったじゃん、さっきの空気じゃ、自分は多分分かってないんじゃないの、ああ想像よりも中が入っちゃったのかなそう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 、もう最初のさ、追いかけていたところの時点でもうさ、爪から笑っちゃった、笑っちゃった、なんかさ、私たちはさ、可愛くやろうしか言ってないの、うん、いや、そう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 、なのにさ、なんかさ、可愛いを吐き違えたいや、ほんとほんと、もう出てきた瞬間からそれだったよね、スカート持ってさ、こうやって吐きてさ、わかる、しゃべピアに出したの、誰、面白かった、くねくね、違うのよね、くねくねしてました、それでただ可愛いやればいいのにチョコパイ食べます、面白い、私も、どっちがいい、どっちでもいいよ、ちょっとポケモン、ちょっとポケモン探すわ、ありがとう、けどポケモンね、私ポケモン知らない、ギャル公演ね、なんかマナの生誕でギャルやったって、あ、確かにそれも面白かったよね、うん、楽しかった、もうおでこ出しのさ、面白いけどみんな着たいのかな、確かに、うん、出し方絶対違うありますおでこの出し方もさ、なんか特殊そう、うん、こういうタイプの出し方いろいろね、いろいろありそう、うん、でも昭和アイドル風公演とか良さそうじゃないですか、あ、確かにね、いいね、それはちょっとみんなも着たいんじゃない、うん、まあでも衣装が現代衣装だから、うん、な、不思議な感じ、待ってたよ、ありがとうアビバボ、なんか普通に可愛いができないのめっちゃ面白いなマジで私可愛いのどを超えちゃうよね、いつもやろうとすると、いろいろね、他グループもそんなもんなの、そんなことないよね、多分みんな他グループどんな感じか分かんないよね、確かに、どうなんだよ、こういうことしてるのかこういう、こんな変なグループないよね、うん、どうですかファンの皆さん、ちょっと兼任されている方とか他グループと、うん、おー、オーキーさんがいらっしゃる、おー、グレー、ありがとうございます、公演終わりです、え、オーキーさんこそいろんなグループを知ってそう、確かに、確かにしてません、わらだってこんなことしてるの NGT だけ、やっぱり NGT だけかもしれない、だけかしないわらわら、まあそれが NGT の良さってことで、うん、右のニャオハを探してねって書いてあるんだけど絶対これなんだよなちょっとそういうことだよね、ついてるこもなんですよ、カイリンが勝手に決めました、ツインテール声にしちゃいました全員ツインテールで、スタッフさんもツインテールでやりました、おもろいただきます、うん、面白いそろりそろり、お疲れ様でした、お気をつけて、スタッフも、そう、スタッフさんもなんです、ツインテールのウィッグかぶったりとかしました、うん、ロビーのお姉さんもツインテールだったの、どうだろう、どうだったかな、そんなことないと、まあ、さすがにロビーのスタッフさんはしてないか、ね、すごい、でもさ、ツインテールもさ、こんなにさ、種類あるんだね、みんな結構いろいろやってる、ね、カイリーだけまあ特殊だけどそんなことないでしょ、いや、ね、答えごとにさハート生やすのやめない、いや、もう亀さんの勢い、あ、岡田さんはツインテールしなかったです、亀さんの勢い、はい、え、これハートじゃなくて丸にしない、なんで丸、なんで丸、お団子にしない、なんでお団子の丸、うん、丸、どういうこと、丸丸、お団子にするの、ハートだとだってさ、うんうん、そっちに目いっちゃうよ、ああ全然いいの、これが主役でここじゃなくて、あ、ここを見てるんだ、いいの、うん、じゃあ大丈夫もう NGT で流行らせたい、何の、うん、いわゆるお餅部屋みたいなのも、そう、はるかに勧めてたじゃん、そこはちょっと勧められて、本当にはるかは、ね、絶対似合うし受け継いでくれるなって思う、受け継ぐって何ですか、このハートをお願いします、うん
でも頑張ってついにしたんだよ。えらい。マユよく頑張ってる。え、待って待って。なんかすごい軽く触ったらパッ、すごい固まってる。すごい。待って、なんか肌触りが。すごい。ね、滑る。パキパキってこと？え、もう本当に。私たちばっかりなんですよ。ねえ。本当にすごい。今日さ、メイクしながらみんなで話してたことがあって、うん、何話してた？ LINE？ LINE の話。私びっくりしちゃったんだけど、なんかあれやばいよ。なんか LINE をこうすぐ返すかみたいな、うん、でもなんかこうタイプが分かれるじゃないですか、うんね、送られてきてもそのパッて見てなんかこう読んだ気になっちゃって、うんうんうん、でなんかあ数時間後とかにあまだ返してなかったとかっていう時はあるじゃないですか。あります。でそれで今現時点でみんな LINE の通知何個溜まってるんですかみたいな。私はちなみに0個で目の前の席に座ってたひのちゃんも0、うん、そう。みゆは？私は4個ぐらい、うん、2時間前ぐらいに来たやつをまだ返してなかった、うんうんうん、でも全然あるよね、うん、なんかかいりちゃんがごちそうさまでした528件。やばすぎる。ありえない。本当に。いや本当に。ライン貯めすぎでしょ。いつから貯めてんの？え、なんかえしかも聞いて、私携帯変えた時に去年の10月に携帯変えて、うん、トークも全部消えてるから多分この1年間で528件貯まった。1年間で。そう。でもさ、その公式アカウントとか。あ、そうそうそう。公式もなんか下の方にいくつかあって、うん、それを消したら。なんだっけ140何件それ消して、うん、でもだよね、消したら140何件、公式じゃないところから140何件来てるってことですよ。そうなの。そのうち100件くらいスタバクであってほしいよね、むしろ、うん、いや本当にそう。返してください。返します。絶対に。本当に返します。いや LINE 気づかなくなっちゃうよ、本当に。人間関係をね、うん、マジこれ嫌われちゃうよね私。やだやだやだ、嫌われたくない。こんなこと。いやでも本当にリアルにこう、うん、NGT だから今かいりちゃんとのつながりがあるわけであって、うん、普通にこうなんか人と人として、うん、なんかかいりちゃんとその LINE でしかつながってない場合、うん、その読んでくれないから返してくれないから、いや本当だよ、つながれないじゃないですか。やだ。ねえねえ、ちょっと今日初めて生 NGT に会えて可愛かったです。だってやったー、嬉しい。ありがとう。ありがとう。見えてない。後ろにもいるよ。ちょっと後ろ、後ろ、後ろにもいるよ。ありがとう。嬉しい。嬉しいよ。ほどない、ほどなくなっちゃった。嬉しいよ。ありがとうございます。嬉しい、ね、初 NGT。誰か推しメンできたかな、ね、なんか公園に来る勇気ってめっちゃさ、うん、いると思うから必要だよね、うん、もう一歩踏み出してくれる。もっと気軽に来てほしい。わかる。でもさ、緊張しない？やっぱさ、コールとかついていけるかなとかさ。何してる？でも全然本当にいろんな方来てくださって、ね、何してるの？え、何してるの？変な人。変なこれそこの金どこかいたちがなんかあるじゃん、背筋とか。じゃん、ね、ここではない。私が一番まともじゃない今、うんね、うん、あるはね、うん、まともな時とそうじゃない時が多いよ。それは違うと思うよ。何、うん、じゃあやる、あれ何ワードルフやる。ワードルフどっちもいいよ。ワドウシュって何なんだっけ。ね、もともとハルちゃんが大好きで、だって大学の時に大好きですって言おうと思ったんですけど言えなかった。だって嬉しい。もうミエのこと好きになっちゃった。ちょっと待って待って。そうだよね、確かに。ミエが嬉しい。あれ確かにハルちゃんのとこでコメントしてない。ミエとか好きになっちゃうのよ。ミエとかおいでよ。うわ待って、あざとい、あざとい。ねえミエ、そうだよ。ちょっと取るんだ、そうやって。でも本当そうだよ。いけない。どんどん推しを取って、好きになっちゃいなよ。得意、お得意ですよ。でもなんか多分心当たりある、なんかそういう反応してくださってたお客さん。うん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 、いや多分みんなね分かってるよ。分かるよ。初めましてすぎた、うん、可愛かった、うん、可愛かった。嬉しい、来てくれてありがとう。ありがとう。
嬉しい。彼女が村民になりました、なんとかしてください。彼女が、だってね、私のねおしゃべり会にね2人で一緒に来てくれてたのに。そう、カップルで、うん、かわいい。村民になったの。村民になったのね。そうだって、ね、なんだってかわいい。なんだっけ、今のであれが好きになった。イエーイ。うわ、あざとい。あざとい。イエーイ。あざとい。なんかため息、あざとい、あざといね。今日もあざとい、あざといは、あざといだから。そんなことないもん。あざといね、あざといよ。そんなことないもん。客席何人ぐらいツインテールいた？何人ぐらいと？え、ちゃんとしてくれてたのは 4,5 人とか、うんうん、かも、ね、めっちゃさ、ちっちゃくさ、ちょびっと虫みたいな、髪気づかないぐらいにめっちゃちっちゃく集めてさ、ちっちゃく作ってくれてる人がいて、めっちゃ可愛かったね。私それさ、自己紹介の時に見つけちゃってさ、自分の自己紹介中に笑いそうになっちゃったね。確かに、パッと見わかんない、ね、わかんないから、そう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 、パッて見た時に見つけちゃって笑いそうになっちゃったね。確かに、そうだね。カイリちゃんもあざといポーズ頼む。カイリさっきからやってるよね。やってんじゃん。やってる。見てないんだ。見てないんだ。でもなんかカイリちゃんのあざといとさ、ミユのあざといは違うよね。なんかね、カイリはね、ちょっとね、なんかあの味、何？味が濃すぎるの。あざとい。濃い。味が濃いって何？味？お腹いっぱいというかなんか。ミュージャー、ミュは美味しいのよ、美味しくいただけるのがあざといよね。でもなんかね、昔はねちょっとなんかしつこいってこと。あ、そうそう、しつこい味。だから、ね、なんかそんな、そう、ね、あ、そう、まあ向いてないみたい、うん、でもおかえりの飯の方はそういうのがきっと好きなのね。 あっさりとこってりって言われてる、うん、なるほど、ラーメンみたいな、ラーメンみたいな。別にミュも あっさりしてるわけじゃないよの。そんなことないぞ。胃もたれタイプ。そう、胃もたれするんだよね。なんか、カイリはね、面白いんだよね。面白い、うん、そうそう、面白くなっちゃう。ガチでやってんだよね。ごめん、嫌だったら言ってね。な、何を。え、全然いいよ、いいよ。あ、そうなんだ、うん、いいよ。はるかは、なんか、うん、頑張ってる。ねえ、ちょっと待ってください。一番言うのね、それ。ハルカは頑張ってる。ハルカはなんか頑張ってるってファンの方から聞くよ。頑張ってるハルカ。ファンの方から。うちのハルルンも、そう、ハルルンもなんかあざとくなりたいってなんか相談される謎に。そうそうそうなの。あ、そうなの？はい、あざとくなりたいんだ。うちのハルルンにも教えてあげてくださいって言われる。そうなんだ。バチ迷ってる。迷っちゃってるの。キャラクターがね、相変わらず固定はされてない。まあみんなそう。でもそれがいいんじゃない、うん、はるか的な、うん、はるはなんか、うん、そのこう流動体みたいなのがいいんじゃないですか、うんうん、形にならない。いつもやっぱ言ってるのはそのちゃんと MC の時とパフォーマンス中の時とで、うん、こうなんかあのパックリ切り替えて、そうそう、うん、パックリすると、やっぱなんか人が違うように見えたいな。あ、でもそう、大事だよね、はい、って思ってるから、どっちの要素もやっぱり欲しいんですけど、でもなんかやっぱり MC の時にこうなんかあのたまにアイドルを捨てちゃう時があるから、そう、そういう時にあのそのイメージがすごいね、植え付けられてファンの人には。でなんかそのそういうあざといみたいな目で見てもらえない。うん、そうなんですよ。ああ、なんかその曲やってる時はちゃんとあざとくやってるのになみたいな。やってるつもりではいるんですけど、うん。なるほどね。そう。まあちょっとみゆちゃんとね比べちゃうとさ、みゆちゃんは MC の時もあざといし、うんうん、あのパフォーマンスしてる時もあざとい し、私生活もあざといから。パフォーマンスしてる時。あります、そう思うこと。私を見てあざとい、いやいやで、うん、アイドルらしい。あ、そう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 、別に悪い意味じゃなくてね、うん、一
つも思うけど、ミユがなんかロックオンしてクシャって笑うと絶対うってなってる人いる。ロックオンしてクシャって笑う、うん、ロックオン、ミユのクシャっていう顔マジで可愛い。へえ、うん、なんだろう、それにやられてる人がここの人だこの方々か、はい、そう、でもなんかね、じーって見ちゃうの人の顔を。はぁ、目って見ちゃう、目やっちゃう、え、めっちゃわかるって言われてる。え、めっちゃわかるって言われてる。それにつられた、それそれ、私目離しちゃうよ。え、すごい、めっちゃわかるって言われてる、大共感されてる。そう、テレって目離しちゃう。そう、でもめっちゃ目合わせちゃう。もう今後ツンデレキャラとかで行こうかな。うん、逆に、あー、うんうんうん、それ俺いいと思う、うんうんうん、俺ツンデレキャラ、俺ツンデレキャラ、うん、になりたいんだけどね、うん、でもあのなんか生誕でさ、マリナさんにさ星をさ占ってもらったじゃん。あ、はいはいはい、あれが、うん、なんだっけな、なんだっけ、と、うん、なんて言ってたっけ、ね、なんて言ってたの、ファンの方覚えてる、ね、なんの星、一個王者って言ってた、王者の星。なんかでもさ、全部納得するやつだったのは分かるよね。つく、意外と尽くす星、褒められたがり、あ、王者、あともう一個なかったんだよな、何何、褒められたくない、怒られたくない、あ、そう、怒られたくない、すごい、なんで覚えてるの、あ、すごい、すごい、すごい、確かに言ってた。え、だからそう、意外とそのなんて追っかけたいタイプなんだよね、多分きっと。あ、だからツンデレ向いてないんだよね、うん、怒られたくない。めっちゃでもしっくりこない、何が今の星のやつ、うん、え、わかる、星の話毎回思う、うん、マリナさんの王者はちょっと意味わかんないんだけど、あ、でも怒られたくない星、王者、王者、怒られたくなくて意外と尽くすってなんだっけ、あ、褒められたい、まあ、褒められたい、めっちゃわかる、火の言ってくる。でもヒノって褒めて伸びるタイプだなって思って、うんうんうん、だからそうだね、うん、そうだね、そうかもしれない、誰誰褒めて伸びるタイプ、うん、でも王者、うんうんうん、ね、王者、王者はちょっと分かんない、本当に分かんないんだけど、王者、うん、分かる、なんかあれじゃない、難くない、王者、うん、どういうって、うん、王者調べよう、王者とは、王者を調べるの、王者、王者、ひもわかんない言葉そうやって調べてるの、うん、そうだよ、なんかもうさ、語彙力がすごくて達者すぎて、うんうん、王たる人、帝王である人王道で国を治める人いや、治め、NGT 治めてるってこと、治めてる、あ、まあ、うん、まあ、そう言われたらそうなのかもしれないと思ってくれ、仕切ってくれてる、うん、なるほど、そういう人、確かに、ゼルダ、ゼルダさん、ゼルダって呼んでるのはそこだけだよ帰りファン、まあそうだったね、ジェルダって言われて、もうやってないえ、まだ、いや、もうクリアはしたけど、全クリアはしてない、あ、ま、そのそう、ストーリーはクリアした、めっちゃ良かったよ、王者の星って調べたらなんかジャイアンツの何かが出てきた、全然違ったっぽい、諦めよう、あ、そうでさ、その調べるみたいな話してたじゃん、うん、なんかさっき、うん、え、ざつい、うわ、あ、その、そういう顔です、うん、あ、この顔、うん、あ、この顔です、え、ね、何しろ、さっきさ、それ元ヨナがさ、金魚の糞が分かってないって言ったよね、あ、分かんないって言ってた、私も分かんない、金魚の糞、うん、なんか人についてくこ と, くこと、あ、つきまとう、そう、知らない、それで私途中参戦した、例えじゃないの、あ、まあ、なんつったらいいかな、比喩表現というか、そういう風に言うよね、うん、みたいな、分かんないことが分かんないって言われてて、それで、だから、なんか元ユナは、え、ジェネレーションギャップですよって言ったの、でも私も知ってるし、レイちゃんも知ってるから、うん、ってことはじゃあ、ユナちゃんも分かるよみたいになって、あ、ね、いじめないでよ、なってたらしくて、だから、あの、そのジェネレーションギャップじゃなくて語彙力だよみたいな話をしたら、マナに、ヒノってなんか無意識で人傷つける、人をバカにするよねって言われて違う違う違う、バカにしたつもりはないんですけど、うんうんうん、あまりにも語彙力がありすぎて、うん、本当にすごい達者だよね、
いや、うん、違うのなんかね、ヒノと5分以上会話すると分かんない単語出てくるから5分以上会話するとね、うん、調べるだけ確かに分かんない、そのタイミングのね、脳みそのね、動かし方による、うん、どういうことコントロールしてる脳の動かし方をなんかね、全然言葉が出てこない時もあるし、あ、なんか難しい言葉しか出てこない時もあるし、すごい配信してて、ね、それ思う時あると思う、なんか今日はひのちゃん分かりやすい言葉ばっか使うなっていう時とか、なんか無駄に細かいなっていう時、すごい、それさ、難しい言葉使いたがりきっと主に、うん、その難しい言葉、普通に生きてたら出会うくねって思っちゃうんだけど、私それってどこ、NGT なのか YouTube なのか、うん、NGT では絶対に出会わないと絶対出会わないよどこで当たり前しか出会わない当たり前しか言わない当たり前なんか当たり前って、うん、どこで出会うの、いや Twitter 見てたりとか YouTube 見てたりとかじゃない、それで学ぶんだ、うん、本とか読むの、うん、昔は読んでたんだけどね、うん、学生の時は読んでた、あ、毎日一冊読んでた、え、毎日一冊になっちゃって次が、え、すごい、あのね、小学校の時になんかダレンシャンってわかる、わかんないか、なんか子供向けの分厚い本があって、なんかハリーポッターよりもちょっと簡単なやつ、なんかそれがあって図書室に、それをそれシリーズものなんだけど、もう気になりすぎて1日1冊に次の人、え、そんな分厚い本を1日1冊、え、そう、やば、すごい、なんかその続きが気になっちゃって、ね、なんか文字読むのが疲れちゃう、私、うん、なんかわざわざ読もうってならないんだ、ならない、音声で聞いてたい、うん、音声だと聞き逃さない、なんかさ、ながらとかさ、確かに聞き流しちゃう、いや、そうか、音声聞くだけに集中するんだったらできるけど、うん、ながらで音声聞きながら何か作業するは私絶対聞き逃しちゃう、うん、まあ確かに、そう、でもそう、その本読んでた時にその中学校とかもうちょっと難しい本読んでたから、うん、それ読むと分かんない言葉が出てくるから、うん、それを全部調べてあの辞書に付箋貼ってた、あ、だからあの付箋だらけの辞書が生まれてるの、なるほどね、うん、あ、じゃあもうそれ中学生の時にから、すごっ、使われた、だってさ、本でさ、分かんないワード出てきたら調べようっていうさ、思考にならない、そう、まずその本難しいから読まないってなって、うん、飛ばしちゃうあ、そう、し、なんか大体こんな感じかなと思うだけで、うん、多分身につかないというか、うん、自分で使うようにならない、うんうん、でも読む本もさ、なんつったいかな、論文とかそういうのじゃなくて、私もまあライトノベル読んでたの、その分厚めのライトノベルを読んでたのね、ライトノベルわかる、ライトノベル、うわー、電気、え、ライトノベル、電気しゃべる、ちょっと待って、やばい、みんな、ね、ラノベがわからない、わかんない、揺れてる揺れてる、あー揺れてる揺れてる、大パンしちゃった、ね、え、ラノベわかんない、何それ、ライトノベル、何、ラノベって、なんつったらいいかな、なんつったらいいかな、ライトノベルってね、その小説の中でもラノベが伝わらないと、みんな驚いてる、マジかって、軽いもの、なんつってたらいい、オーマイガー、なんつったらいいかな、軽い、それはね、そっか、ノベルって何、小説、軽い小説、あ、軽い小説、軽い小説ってこと、なんかそのさ、めちゃめちゃ軽い小説なのに分厚いのあ、そうそうそう、まあ、なんつったかな、どっちかというとアニメ文化寄りというのかな、アニメ文化、ちょっと待って、それもどういうのそれも分からん、学生の時ってさ、あれ、なんか青い鳥文庫とかさ、あー、佐渡川文庫とかが私は主流だった、そうだね、ライトノベルはね、それは違うんですか、10代から20代の読者を想定した娯楽性の高い小説、会話文を多用するなどして気軽に読める内容のものが多いっていうのがライトノベルの定義らしくて、会話文多めの方が助かるかな、分かる、確かに、そうそうしやすい、まだ会話文が多いのをよく読んでたんだけど、なんかそっちの方がさ、ライトノベル、なんか他のさ、なんか例えばなんだろう、地球は何周してるのかみたいな、なんかそういうさ、変な、なんて言ったらいいの、論文っぽいものだとなんか難しいなってなるけど、ライトノベルの中で分かんない言葉出てきたらさ、そう、なんつったらいいかな、会話の中で使えるし、会話の内容が分かるから、そう、まあ分かんない、もしかして私が読んでたのが良かったのかもしれないけど、ひのちゃんしか喋ってないって言われてそれなみんなうんうんだよ、うん、でもみんな、うん、さすがにだってラノベ分かんないわさ、びっくりするって、やばい、引かれた、引
コルト、それはね、ジェネギャじゃない、あ、男女の違いかもしれない、もしかしたら。でも女の子でしょ、うん、うちらは一緒でしょ、はい。でもなんか、どっちかというとラノベはその男子、あ、そうなの、男子学生が読んでるイメージがあるな。へぇ、え、男の子ってさ、なんかドラゴンの表紙のさ、本のイメージなんだけど、ドラゴンの表紙表紙の本、うん、なんか表紙がキラキラのドラゴンの、ドラゴンの本、小学生の男の子で読んでた。それあれじゃないの、裁縫箱とかじゃなくて。違う、なんかそれに、それに似てる本が、裁縫箱に、それ見た目で選んだってこと。そう、多分見た目で選んで、かっこいいドラゴンだから、で、それを読んでた。ありがとうございます。あ、ひのちゃんおすすめラブ。私が読んでたのは化け物語シリーズです。西尾維新さんの。あ、で、ほら見て、伝わってるよ。恐竜のキラキラの表紙の本で。え、わかる。デルトラ。デルトラが、私も来た来た。デルトラクエスト。なんでわかる？なんでわかる？やっぱりさ、そう、知ってる男の子が読む本なんだよ、きっと。すごい。え、本？え、逆に本何読んでたの？その青い鳥文庫とか？あんまり読まなかった。あんまり読まなかった。朝読書の時間とかなかった？あった。あった、それは。何読んでたの？うん、それは何してたっけ？指原さんの本読んでた。ねえ。何してたっけ？そういう系のね、電気じゃない、電気ではないけど、うん、そういうの、あの、なんていうの、そういうタイプのね、エッセイ的なやつね。そう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 、読んでた。なんか開いて考え事しちゃうんだよね。読んでないじゃん。読まずにね。そう、わかる。でもこうさ、読んでる風に見せかけて、うん、私この後将来どうしよう、そんな思いこと考えたの？20分間考えて、でもなんかさ、ずっと開いてると周りにお菓子もらえるから、たまに読んでもないけどページ、あ、そう、戻って、うんって、分かる分かる、あ、どうしようかなこれから、めっちゃ一緒、へー、まあ、ちゃんと読む時もあるけど、そんな感じ、そうなんだ、うん、ある本読むの好きそうだけどね、うん、あ、そんなことわかる、好きそう、好きなんじゃない、読まないだけで、いや、なんかその好きな本だなって、なんかスルスル読める文章もあれば、うんうん、そのなんか多分ちょっとでもこうなんか、あ、違うなっていうのが入ってこない、うん、そのなんかもう読むのが疲れてきちゃう、うん、なんか読むっていうか入ってくる本もあれば、読んでて疲れてやめちゃうみたいな本もある、なるほどね、はい、最近こそ読んでないけど本はいいよ、わかった、うんね、勉強になるし、言葉の引き出しが増える、そうだね、いやー、本当そうだよね、わかる、引き出しが増えるのは本当に、うん、そう、大事、たまにいるもんね、本当にその言葉どこで、うん、なんか得たんですかみたいな、緩和球大とかですと、はい、わかる、わかる、わかんないよ、わかんないよ、慣用句でも、慣用句ってさ、ちょっとさ、なんだろう、こう慣用句って何つったいかな、例えばむずいな、そのうーん、慣用句パッて思い浮かばないな、何つったらいいか、難しい四字熟語じゃなくてさ、うん、なんかこう言い換えることができる言葉、例えみたいな、そう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 、とかだとさ、ちょっとなんか耳が痛いとか、猿も木から落ちるとか、それ慣用句じゃないことわざ、まあまあ近いんだけど、慣用句、あ、まあ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 、うん、ことわざで合ってるか、ことわざ合ってる、日向さんにかえりちゃんとりかちゃんってたまに難しい慣用句使うよねって言われたんだけど、あ、そうなの、え、全然そんな自覚ない、うーん、そんな例えした、でもなんかりかさんは辞書読んでたって、あー、え、りかさんさ、そうだよね、たまに難しいさ、うん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 、私さ、繋がらみたいな、面白い難しさの言葉をチョイスされるからさ、いや、めっちゃわかる、いいな、辞書読めばいいのか、うん、辞書ね、辞書読んでも絶対見ないよ辞書、うん、だ、多分それはね、当時の、まあでもなんかボキャブラリーを増やす方法ですよね、うん、MC とかでもなんか勢いとか流れでさ、適切な言葉が欲しいけど、うん、降ってこない時あるから、うん、それね、欲しい、うん、ね、ずっとさ、難しい言葉であなた僭越ながらしか言えてないんだよ知ってた？わかんない、今2回ごめん、なんかね、リカさんがそれを使ってたイメージが強くて、そうだね、何で使ってたんだっけな、まあ、
確かに生誕祭のお手紙とか、え、なんだろう、僭越ながら書かせていただこうと思います。いや、結構よく使われてたから、確かに。でも僭越ながらとかさ、恐縮ですがとか使えたらさ、うん、そうそう、なんかいいよね、うん、だとしてさ、なんかいいよね、謙虚で良さそうだな、難しい言葉だ、ね、だから使いたい、ご自愛くださいとか、うん、あ、お体大事にしてくださいって意味で、なんか陽明酒の CM で言ってたので知って知った、それご自愛ください、うん、あとなんだろうな、なんかその今言ったその耳が痛いとか足を洗うとか、なんかそういうのあるじゃん、耳が痛いって、耳が痛いはまあわかる、うん、それも慣用句ってあるよね、顔が広いとか、あ、そういうなんか今はもうちょっと体の部位しか出てきてないけど、耳が痛いってさ、つまりどういうこと、うん、耳が痛い言葉ってこと、なんか聞きたくないような、言われたくない、自分に都合の悪いこととかを言われること、うん、それはちょっと耳が痛いですねとか言ったりする。足を洗うはなんか元々やってた仕事ちょっと悪いことだったりとかを、もともと何て言うかな、もともと盗賊の家系だったけど足を洗ったんだ俺はとか、例えばそういう使い方をしたりする、うん、なんかそうするとさ、もともと盗賊の家系だったんだけど今はやめて普通にまっとうに生きているよ、よりなんかちょっとさ味が悪くない、足を洗う、うん、文系です、足を洗う、なるほどね、鼻で笑う、あ、うん、鼻で笑うもそうだね、なんかさ、うん、でも鼻で笑うはもうそのまんまじゃない、そうだね、か足、うん、あと耳が痛いもなんかそのまんまじゃない、確かに、でも分かりやすい、直訳するとさ耳なんか大丈夫になるから、あ、人間、うん、に日本語ってだから難しいんだよ、ね、ただ痛いかと思われて、そう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 、難しいね、なんか日本人でよかったかも、うん、そうですよ、日本語はこの素晴らしさ、海外だったら分かんない、難しい、日本人しか分からないよ、うん、あ、開いた口が塞がらないとかね、あ、鼻が効く、うん、鼻が効くって鼻がいいってことだよね、うん、私のお父さんめっちゃ異常に鼻が良くて全然違うよ、それ多分違うね、なんか犬なのかな、どういうエピソード、いや、なんかもうすぐバレる、なんかこう、あ、そういうこと、あ、そういうこと、そう、なんかさ、何、除光液とかさ、あ、え、でも本当にちょっとどっちの意味で言ってるの、それ鼻がいいって今どっちの意味で言ったの、え、本当に鼻がいい、あ、え、鼻が、鼻が効くってどういうこと、鼻が効く、だから鼻察しがいいってことらしい、え、あ、そうなの、あ、そうなの、そっちか、なるほど、え、なんかその鼻、お父さんの鼻が良すぎてそれ、ね、それ面白いすごい嫌なんだよね、なんかごめんってばみたいな、私そんなに気にしない、うん、いや、わかる、でもうるさいじゃない、臭いって言われる、あ、香水とか、あ、うん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 、め、化粧品だけであれだもんね、そう、ちょっと本当に数的で、なんか部屋入ってリビングとか来て、うんうん、臭い、直感、なんか、なんかした、え、わかる、わかるわかる、お父さん、あ、いや、どっちかというと自分、あ、自分、自分が、うん、結構だから別にもう慣れたからあれだけど、うん、メンバーが香水いろいろ振りまくやん、うん、だからなんだろう、混ざってどんな匂いってなる時はある、楽屋とかも別に大丈夫だけど、わかんない、私、いや、だからちょっとね、お父さんほど鼻がいい人はちょっと一緒に生きていけないそう、うーん、いや、マジで薄いねいや、ほんとなんかその冬だけど、私のお父さんはもう構わずドアをまず開けちゃうんですよ、あー、もう匂いが気になるから、もう、そう、そうなんだ、敏感なんだ、鼻が敏感なんです、鼻がいいこと、いいね、まあ、鼻が効くはどうやって違ったらしいんですけど、察しがいいと、ね、鼻感とからしい、満員電車とかね、きついんだよね、あ、香水強い人と、いろんな柔軟剤とかね、そうそうそう、あ、夏はもっと地獄だしね、汗もね、かいてね、しょうがないんだけど、電車ね、
電車ね、電車乗らんよね、あんまり。その満員電車は、うん、新潟じゃね東京はむしろ満員電車のところだからさ、うん、東京の電車に乗ってるとさ、その電車本数もたくさんある中で一緒に乗り合わせた人っていうだけでさ、めちゃめちゃ運命を感じちゃう。感じないよ。だって地球上でさ72億人くらいいてさ、うん、そのすれ違う人だけでもさ超上積み、うん、あ、そうそうそうらしいね、じゃないですか。うん、なんかもうなんか人の多さにまず感動するし、うん、人多いよね。だしなんかこんなに人がたくさんいる中でこうなんか携帯をみんなが持ってて、それでやり取りをしてまた同じ人と出会う、その連絡をして約束をしてっていうの、また同じ人と出会うってすごいことだなって昔じゃ考えられなかったことじゃないですか、時代がね。そう、人ってたくさんいるんだな。確かにね、なんだかんだ言うてね、人はいっぱいいるよね。いっぱいいる。そうだよね、東京の電車に乗ってると不思議な気持ちになります。確かに確かに、新潟じゃ、まあ、ない光景だし。そうだね、毎日通勤してるわけじゃないからさ、その辺のこうもういつも同じ顔だなっていう場合もあるじゃん、通勤通勤。あ、でもそういうわけじゃないから、自分もそういう、ね、そうなるとマジで一期一会すぎて。確かに、うん、大事に大事にする、大事にする出会いを、電車の電車の出会いを大事にする。無理だろう。そう、あ、でも可愛いなとか、あ、いろいろ、え、そう、なんか東京の電車の中でめっちゃ可愛い子がいて、多分6歳くらい。僕は子供子供ね、子供すごい若かった。いや、でも逸材っていうほど、うん、あ、もうなんていうの、将来、いや、なんだろう、楽しみになる系、なんかね、本当になんかね、もうお猿さんみたいな、お猿さん、めっちゃ可愛くって、なんかこんな、そのなんて、でも話しかけちゃいけない。そうだよね、誰ってだったよね、6歳からしたら。なんかおもむろにお水を取り出してリュックからグビグビ飲み始めて、めっちゃ可愛くって、なんかもう、でももうこんな子にはもう二度と出会えないって思ったんだけど、でもなんかその時話しかけたら不審者じゃん、うん、でもその一応その本当に運命の出会いを果たしてたわけなんだから、こういう場合ってどうしたらいいのって、なんかその子を逃したらなんかもうダメな気がしちゃって、私はでも何もできなかったんですよ。どうしたいのそれは。知り合いたい、なんか知り合いたい、知り合いたい、知り合いたかった。あ、いやでもさ、逆の立場でそんなことされたらさ、ええー、ってなるじゃん。うん、うん、なる。そうだね、6歳。いやでもめっちゃ可愛かったんだよね、10歳ぐらい上のね、うん、今でも覚えてる、もう1年くらい前。あ、そうなんだ、うん、またどこかで出会いたいです。ご両親とか一緒だったの？いや、あのね、そのお母さんが、うん、あのバイバイって見送ってて、一人で、一人で、多分珍しい電車旅、すごい。そう、都会ってさ、こうちっちゃい子もさ電車に乗って、ね、一人で乗ってるよね、びっくりしちゃうよね、頼もしすぎる。すごい、私も中学通ってたな、稽古とかで。えらい、電車で、うん、電車も乗ったし、車で飛ばしたりもした。すごい、懐かしい、うん、ね、赤ちゃん見かけると本当に癒されるんだよな、うん、ね、赤ちゃん、赤ちゃんは世界を救うんだよ、未来だね。そう、うん、私はさ、電車乗っててもさ、なんつったらいいのかな、みんなそれぞれいろんな新聞開いたりさ、本読んだりとかさ、音楽聴いたりとかしてたんだけど、今もうみんなスマホ見てんの。スマホだよ、見てるね。なんか見てないとさ、逆に気まずくなる。別にさ、自分が見る気持ちじゃなくてもさ、うん、でもかといってさ、まっすぐ向いてるとさ、前の人見てるみたいになるじゃん、うん、なんか特にさ、いじる予定がなくてもさ、いじってないと気まずくなるよね。10年前ぐらいは全然そんなことなかった気がする。そうよね、もう、そうないと生きていけない、世の中変わってます。
変わっちゃったね。ちょっと間もなくお時間でございます皆さん。終わりになりますよ皆さん。バイ。しちゃってよいしょ。珍しい。睨んで睨んでないよ。ペア男女読もう読む読もう。じゃあ Y からいきます。 Y から、はい、どうぞ。13位タムヒロさん、こっちどっちでもいいよ。じゃ あ, どうぞいきます。はいどうぞ。佐藤羽生穂さん、 J さん、リュウマさん、ありがとうございます。12位一田さん、カズオくんさん、ひらりさん、サバサンドさん、ありがとうございます。11位ひのひのさん、はるかねこさん、ぶんせいさん、ゆきりんさん、ありがとうございます。10位まつくんさん、ジェイソンさん、ストーンさん、トッシーさん、ありがとうございます。9位太郎さん、ロヒーさん、すっちゃんさん、アルニストさん、ありがとうございます。8位むっちゃんさん、ニシタムさん、イカッチさん、ヨッシーさん、ありがとうございます。7位ゆかおしじいさん、さんみやぱんさん、りゅうまさん、らまさん、ありがとうございます。6位しんいちさん、きだかんかんさん、たけともさん、あおきーさん、おーありがとうございます。口に今チョークがついてた。5位とうごさん、たかみーさん、おしょうさん、やめしさん、ありがとうございます。4位よったさん、すぐさん、ぽんたさん、ツッキーさん、ありがとうございます。3位ひよりげたさん、ふわふわさん、ゆららさん、なさらさん、ありがとうございます。2位ツッキーさん、えちごんさん、ぴょんぴょこぴょんさん、ゆうきさん、ありがとうございます。1位よういちくんさん、たかしさん、かんくろうさん、ほしーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで皆さん本日公演もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。おやすみ村。ねえ、オーキーさんが31日公演見に行くかもですだって。あれみんな出る31？出る、多分出る、出る、出る。お、お待ちしてます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。バイバイ。またね。ありがとうございました。